一番なんだこいつって思うのはお相手の男性です。なんか話によると乃木坂ができる前まではグラビアをやってたことはあったらしいんですけど、でもある程度表紙やってたらアイドルに精通してくるじゃないですか。いくらさゆりんが身分を隠したとしても気づくはずじゃないですか。それを知らないふりして友達のようにそばにいたのも、結婚してたこととかもさゆりんに隠して、もし仮にさゆりんに気づいたとしたら事の重さを分かってるはずじゃないですか。大人じゃないですか。